これを言ってたら一番やばいです。Hey guys, I'm Marisa Nanase. 皆さんこんにちは。知識を利用している勉強マニアの Nanase です。よく悪口を言うのは良くないと、そんな認識は子供の頃からあると思います。しかし多くの自己啓発本やビジネス本を読んでいると、とあることに気がつきました。それは一番言ってはいけないことは自分に対しての悪口だったということです。どういうことかというと、アファメーションと言われるように、自分が自分に対して思っていることや言っていることが普段の行動や自分の人生全てにおいて影響しているということなんですね。学校の先生とか親からは他の人に対してバカとかそういう悪く言ったらいけないよと教えられてきたのにもかかわらず、自分に対してそういうことを言っちゃいけないっていうのは誰からも教えてもらってないのではないでしょうか。さらに言うなら、謙虚な文化が違った意味で捉えられ、例えば私は英語が話せないです、私にはそんなこととてもできません、私なんて、そんな風に自分を低く謙遜しないといけない、そういう人が性格がいい、そんな思い込みが先行していませんでしょうか。もちろん私も謙虚な人が好きだし、自分も傲慢にならないように気をつけています。しかし自分に対する思い込みは気をつけるようにしています。この内面から人は影響を受けるっていう話は7つの習慣をはじめ多くの本でも言われています。思考は現実化する、オルターエゴ、マインドセットとか定番の自己啓発本に必ず書いてあることなんですね。いつもはどちらかというと、こういうふうに言いましょうとか、こういうふうに思いましょうっていう話を動画でしてるんですけど、まあ、手っ取り早くこう思ってたらもう逆にやばいですよと、自分に対してこう言ってたら人生壊れるかもしれない、そんなリスクがある言葉たちを今日はご紹介しようと思います。まあ似たようなものいくつかあるんですけれども、大きく分けてみるとこの12個にまとめられましたので、順番に解説していきます。まず一つ目が、私にはできない、まあ、これ数年前にね、あのオバマ元大統領の Yes I can が流行ったと思うんですけど、その逆ですね。私もよく英語話してすごいですねとか、英語話せるんですねって言われた時に、もうそんなことないです、まだ全然できないですと反射的に返すっていうのがもう癖になってたんですよね。ですが、こういう私にはできないっていう言葉はとっても強力です。よく堀江さんの本とかを読んでても、彼は自分が経験したことないことでもできます、やりますと言ってしまうっていう話を聞きます。で、私もそれ以降、何かこういうことできますかって聞かれた時に、もうできませんっていうのはやめました。例えば代わりに、似たようなこういうやり方でならできますとか、私の知り合いでできる人がいるので紹介しましょうかとか、調べてみたらできると思いますっていう風に変えていきました。結構ね、意外となんとかなるもんなんですね。またこの私にはできないっていうのは一番多い言い訳かなと思います。私は年だからできない、私はお金がないからできない、私はそれをやったことがないからできないなどです。私の知人でいろんなジャンルの仕事をしている人がいますが、全く自分と関係ないジャンルでも一から勉強して量をこなしてやりこなしてます。自分にはできないじゃなくて、どうしたらできるのか、それを考えているように見えます。ただやっぱりできるのかどうか不安になることってありますよね。私ももちろんできるか不安になることってやっぱりあると思います。例えば仕事だけじゃなくて、犬を育てることができるのか、一人で海外に行けるのか、皆さんも多分私は家事と仕事の両立ができるのかなとか、結婚できるのかなとか、英語ペラペラになることあるのかなとか、もういろんな不安あると思うんですよ。だけど大丈夫です。皆さんは自分が思っているより多くの可能性を秘めています。さらに、万が一それできなかったらどうなりますか。別に命の危機にさらされたりとか、そこまで意外とダメージもなかったりします。だけど私にはできない、この一言のせいで今この瞬間から諦めてしまうことになるんですね。なので私にはできないは今後禁句にしてください。そして2番目の自分に対して言ってはいけない一言が、今は違う。これは先延ばしをする言い訳になってしまいますよね。あの林先生の今でしょが流行ったと思うんですけど、その逆ですよね。意外と今は違うって自分で自分に言い訳をしがちだと思います。今は違うと思う、その直感も時には大切です。だけどいつも自分に対して今は違う、今は違うって言ってると、常に何も行動できないまま人生終わってしまいます。よく〇〇いつかしたいなみたいに言う方多いと思います。でそれに対して、じゃあ今それすればいいじゃんっていうことを言うと、大抵いやでも今違うんだよねとか、お金貯まったらとか、もう少し落ち着いたらとかっていう風に、結局今すぐ行動を取らずに夢物語語るようになってしまいます。人に相談する時だったらまだしも、自分でこれやろうかなと思ってても、その後すぐでも今違うなとか
ていうふうに自分で自分に言ってないでしょうか。今は違う根拠は今やるメリットよりも大きいですか。今は違うっていうそれを一度皆さんの人生から消してみてください。きっとたくさんのことやれるようになると思います。そして3つ目の禁句はでも仕方ないです。確かに世の中には仕方ないことありますよね。しかし全てにおいて仕方ないと自分で自分に言い訳してしまうと諦めてしまうと何も変わらない、成長しなくなってきます。例えば私は以前営業の会社で働いていました。でその時に本当はこういうスクリプト、本当はこういうトークにした方がもっと取れるのになと、そう思っても上司がその権限を持ってる場合は提案ができません。自分の方が経験があったりとか成果が出たら言えるのかもしれないんですけど、こうすればいいのにと思ってても聞いてくれなさそうな会社の環境にでも仕方ない、そう思うしかなかったんですよね。それだと会社の売上も上がりません。もっと会社良くしていくことも本来ならできるのにできません。これが会社に対してだと確かにそういう仕方ないことも多いかもしれませんが、自分に対してだったらどうでしょうか。同じように自分をより良くしていくことも成長していくこともなくなります。自分は本当はこうなりたい、これがやりたい、でも仕方ない、そんな風に諦めているもの皆さんはないでしょうか。続いて4つ目の言葉が付き合いで、これは本当は一緒にいたくない、飲み会には行きたくない、会いたくない、でも付き合いで行かないといけない、そんな風に思っている人がいるんだったら今すぐやめましょう。付き合いももちろん大切かもしれませんが、自分に実力があったり相手にとって美味しいオファーを出せるのであれば別に付き合いで無駄な飲み会に行く必要は今はないんじゃないかなと思います。そもそも付き合いで行かないとと思っている時点で多分乗り気じゃないと思うので、それが相手に伝わってしまうこともあると思うんですよね。自分が本当に行きたい飲み会、会いたいと思っている人と過ごした方が人生効率いいですよね。付き合いでではなくて自分にとってプラスになるとかメリットがあるから行く、そういう風に何々しなければいけないっていう気持ちを何々したいに変えておきましょう。この流れで次の5つ目です。それが今出てきたしないといけない、これよく聞きますよね。旦那にご飯作らないといけない、勉強しないといけない、彼女と会ってあげないといけないみたいな、自分の行動の許可を取るのは自分だけでいいんです。つまり何かしないといけないことなんて本当に世の中で義務化されていること以外はないんですね。英語で言う have to と want to の違いとしてよく海外の自己啓発本なんかに書いてあります。 have to より want to の方が圧倒的に成果も出やすいということを言われてるんですよね。結構自分が思っているほどそれらをしなくても何も変わらなかったりします。旦那にご飯作らなくても自分で頼めますし、ご飯勉強しなくても別の方法あるかもしれないですし、彼女と会ってあげないとって思うよりも自分が会いたいと思って会う人と会った方が圧倒的に幸せです。幸せになるためにはこの have to 何々をしないといけないから脱却して丸々したいっていう基準で行動していくことが不可欠になってくるんですよね。続いて6つ目が夢を実現できそうにない、夢を持ってても語るのが恥ずかしい人にありがちのこの言い訳。そういう人は自分で自分にきっとこの夢は実現できないかもしれない、そうやって自分に向かって言ってるんですね。心のどこかで自分を信じていない、自分の夢を本気で追いかけようとしたくない、そんな時にこんな言葉を自分に言ってないでしょうか。チェックしてみてください。そして7つ目の言葉がもう改善しない、もうこれでいいやっていう風に思った時点で成長は止まります。いわば諦めモードに入った時にこの言葉は言いがちです。まあコロナ禍でね、情勢が悪いから売り上げはもうこれ以上改善しないだろうみたいなね、そう思った時点でやっぱりこう対策とか戦略を打つこと自体を諦めちゃうと思うんですよね。改善はしようと思ったらできることが多いです。ちょっとしたところを変えて大きな変化につながることもあると思うので、ぜひもう改善しないではなくまだ改善できる、そう思って頑張ってください。以前聞いた話でとても厳しい上司がいて、自分の中でもベストだろうと思ってそれを提出してもその上司には必ずと言っていいほどもっといいのを出せ、やり直せというふうに言われると、これでどうですか、もうちょっと工夫できないかな、そして工夫をする、でこれでどうですか、もう少し分かりやすくできないかと、もうこれ以上できません、もうこれでどうですかと、もうそういうね往復を何往復かやり取りした挙句ようやく OK が出たと。その上司の意図はですね、完成だと思ってもまだまだ君は2回も改善できたじゃないかというところにあったそうです。つまりもう改善できないと自分でね言い訳をしていないのか、逆にあらゆるものをまだ改善できるかもしれない、そう思って見直してみてください。朝の過ごし方、家族との過ごし方、勉強の仕方、働き方、まだ改善できるとしたら、そんな風に思ったら多分人生どんどん楽しく成長できるんじゃないかなと思います。そして続いて8つ目が
失敗ばかりしてうまくいかない。私はなんでこんなに間違えるんだろうとか、失敗ばかりで何をやってもできない。そういうアファメーションをしていないでしょうか。確かに辛いこと、失敗、人生ではあると思います。でも失敗ばかりでうまくいかないっていうアファメーションを自分にしてしまうと、新しいことにどんどん挑戦できなくなってしまいます。自分は何をやってもうまくいかない。そんな風に自己肯定感も下がっていくということです。そして最後に9つ目が、私の人生は最悪だと。アファメーションが思考や現実化する引き寄せの法則とかに言われるように、人間思った通りになることが多いです。これを論理的に私なりに解説しますと、自分の人生は最悪だと思うとなぜやばいのか。それは自分の人生の最悪なことにしか目がいかなくなるからです。仮にいいこととね、悪いこと5個ずつ平等に起きたとしても、自分で自分の人生が最悪だって思っている人は、悪いことが起きるたんびに、ほらまた起きた、ほらやっぱり最悪だと、そのようにそっちに注意が向いてしまうんですよね。もちろんいいことも悪いことも同じように起こるのが人生なんですけど、いいことに注目していたら、悪いことが起きてもそれはこれから起こるもっと素晴らしいことへつながる種なんだろうなと思うようにすると、受け取り方も全く変わってきます。皆さん、ゴリラテストっていう面白いテストご存知ですか？これはゴリラテストって検索すると多分出てくるので、ネタバレしたくない人は先にその動画今見てください。白色の服と黒色の服の人たちがバスケットボールをパスしてるんですね。で、白色の服の人たちが何回ボールをパスしたか数えてもらうんです。こっからネタバレいきますよ。大丈夫ですか？そうやって白色の服の人たちのパスをカウントしてもらった後、実はそのパスをしている動画の最中にゴリラが紛れ込んでるんですけど、そのことに気づいたのかっていうのを聞いてみます。そうするとほとんどの人がゴリラがいたなんてっていう風に気づかないんですよね。そんな風に人は思い込んだり集中したり、視点が一つになってしまうと、たとえ違っててもそれにしか見えなくなってしまいます。ハロー効果とかもそうですね。ハローという第一印象で決まってしまうと、それにつられてそのようにしか見えなくなる。この人礼儀正しそうだなって第一印象で思うと、もう挨拶しただけでやっぱりなみたいになっちゃうやつですよね。これを自分に対しても同じようにやっていると思ってみてください。自分の人生が最悪だと思っている人は、最悪の部分に強い注意がいってしまいます。確実に人生最悪に思えてしまいます。それを脱却するのって本当に大変なんですよね。なので、とりあえずそういうのをやめて、もう形からだけでも構いませんので、私の人生は素晴らしい、そうやって言うようにしてみてください。ということで、今日の禁止事項は全部裏を返せば逆に使えるアファメーションになってきます。そして10個目が、あの人は…という言葉です。例えば、あの人はお金持ちの旦那だからいいわとか、あの人はいつも汚い格好をしているなとか、もういいことも悪いことも含めてです。人のことについて常に考えていると、その分自分のことを考える時間削っていることになりますよね。よくこう暇なね、奥さんたちが近所で噂話をしてるようなドラマありますが、まさにそういう感じで、自分の人生に関心がないから常に人の人生ばっかりに気を取られちゃうんですよね。あの人は何々というふうに人を羨む時間があれば、自分がそうなれるように努力をする。あの人は何々と人を見下す時間があるなら、自分がそうならないように自分の人生を充実させる努力をする。そもそも人ごとに関心を持っているよりも、自分に持った方が圧倒的にいいと思いますので、あの人は…というのをやめましょう。そして11個目の言ってはいけないことは、過去にもそうだったから未来もそうというセルフトークです。自分の人生を考えた時に、多くの人は過去の体験をもとに物事を判断すると思います。過去にうまくいかなかったから今回もそうだろうと。これは実は人間の生物学的には当然のことなんですね。小さい頃に転んで手をつかなかったら、思いっきりぶつかって痛かったと。それを1回、遅い人はまあ何回かね、繰り返すと、過去に痛かったから反射的に手で体をカバーように転べるようになる。そんな話を聞いたことがあります。しかしそれを人生に置き換えてしまって、未来を決めつけてしまうと可能性を潰してしまいます。例えば、まあ、この YouTube で私は本とか知識系をずっと昔から実は配信していました。しかし少し前までは英語やトイックについてがメインだったんですね。過去にそれ以外の動画を出してもあまりうまくいかなかったからです。だけど英語とかトイックだけじゃなく、そもそもの勉強法とか目標達成に向けてのマインド、まあ、なぜ英語とか話せるようになりたいかって言ったら、人生を豊かにしたいからだと思うので、そのように人生を豊かにするたくさんの知識、そういったものを皆さんに提供して、より多くの人の人生を変えたいと、そう思ってたんですね。ただ周りとかコンサルに相談した時も、英語系で絶対行った方がいいよと、ジャンル的に知識ってっていう風に言われ続けてきました。しかし、まあ、ちょっと前からね、皆さんご存知の中田敦彦さんとかメンタリスト DAIGO さんをはじめとする、いわゆる、まあ、そういう知識とか本とか教育系 YouTuber っていうカテゴリーができて、最近私のチャンネルではそういった目標達成に向けてのマインドとか本からの知識とかの動画の方が視聴者さんの反応が良くなってきました。まあ、これ YouTube の流れもあると思います。過去もそうだったから未来もそうと決めつけずに、再度チャレンジしたりとか、やり方変えたりとか、時期によっては成功するってことも踏まえた上で
トライし続けていくことが大切なんですよね。そして最後の12個目は、何もなくても素晴らしいことが起こる。これって一見今までのことと違っていいこと言ってるように聞こえますよね。確かにスピリチュアル的には努力も何もしなくても素晴らしいことが起こると聞けば、まあそれはいいなと思いがちです。ですがどちらかというと、自分で何もしなくても素晴らしいことが起こるって言ってしまうと運任せになっちゃうのではと、そう思ってランキングに入れました。もちろん頭を使ったりとか最小の努力で最大の成果を出すのは大切です。しかし運任せとか他力本願の思い込みをしていると自分で何も努力しなくなります。極端に言うと、自分で勉強とか仕事に精を出す代わりに毎日お祈りをしていたら、それだけで素晴らしいこと起こると思いますか？私はそういったことは信じていないので、何もしなくても素晴らしいことが起こると思っているのは甘いなと感じてしまいます。人生のハンドルを握っているのは運とかじゃなくて、あくまで自分自身だと。そして自分の人生は自分の手で変えられると、そう思うとよりいい自分になれるように頑張れる気がしませんでしょうか。まあ、何もしなくてもいいことが起きると上に行ってしまうと怠けてしまうと思うので、そこは気をつけましょう。ということで、いかがでしたでしょうか。自分に対して言ってはいけないこと12個、少し多かったんですけど、結構ね、意識していないと言いがちなことかなと思います。覚えていますか？私にはできない、今は違う、でも仕方ない、付き合いでしないといけない、夢を実現できそうにない、もう改善しない、失敗ばかりしてうまくいかない、私の人生最悪だ、あの人は過去にもそうだったから未来もそう、何もしなくても素晴らしいことが起こる、ということでね、全部皆さん裏返して今から正しいアファメーションを言ってみてください。まあ、今日からね、皆さんの人生から今日出てきた動画の言葉は消してしまいましょう。もし今回好評でしたら、また逆のね、これを言うといいですよみたいな内容の動画も作っていこうと思いますので、ぜひ高評価で教えてください。ということで、私のチャンネルではこのように今から使える知識を提供している大人のための勉強チャンネルです。おすすめの自己啓発本、ビジネス本もたくさん紹介していますので、もし今日の動画いいと思ったら、ぜひチャンネル登録忘れずにお願いします。また概要欄から私が作ったユーデミの講座や英語コーチングプログラムも無料カウンセリング受けれますので、よかったら見てみてください。では皆さんの人生からネガティブな要素が消えて、全てうまくいきますように。 See you!